がどこにいるのかがいつも気になる。コウモリ、うん、この辺もコウモリ結構綺麗だよ今日夕日が。かわいいね。ここワンちゃんの匂い多いんだと。じりじりにじりってくるだけ。この木綺麗だね。この木が綺麗。ジリジリ。どうしたのモンタリ君。何やってんのモンタリ君。これ気になるんじゃん。何でもいい。体にべっとりきついじゃん。シャンプーとかされますか。シャンプーはお家で、私いつも乾かすの大変ですね。あのすごい大変です。めちゃめちゃかかります。30分以上ずっとドライヤーかけて。そうですよね。夏場はいいんですけど、冬は結構そうこっちが寒くなってきて。あるあるだよ。ほんと乾かないですよね。ほんと乾かない。量が多くて多くて大変ですよね。表面乾いても中の方とか全然乾いてないですよね。そうって、うん、足の付け根とかも耳のこことかも全然乾かないですよね。あごめんなさい、大丈夫だった。今ここのところちょっとねあれがすった ね、 ちょっとね、ごめんね、急に空動くとダメだよ。もうちょっとつける頃じゃない。ほらほら、あピカピカ。私も今日初めてこれつけて、かわいい、もこもこで。なんか落ち着いてますよね。すごい。いうちも落ち着いてる。うん、キッシュなの。撫でてきてるよ。撫でてってきてるよ。撫でてきてる。もっとなってきて、はい、あの次に行かなくていいもっとなってきて、すごいサラサラなんだよね。何も絶対違うと思う。すげえサラサラ。あースイッチ入っちゃったよ。ちょっとまたぎますね。すいません。すいません。またぐね。すごいサラサラ。もっとなでてほしいんだ。すげえサラサラ。うん、すごい。サラサラ。あ、ほら、そうちょっともそこに。あれ、そうちょっと。もっとだ、もっと撫でてんの。ごめんなさい。好き、好きして。すげえ、サラサラ。サラサラちゃんだ。なんかもう毛見てわかる感じ。はい、ごわごわごわだもん、ポメの毛って基本的に。そうごわごわなんだよね。なんかね、うん、ねえ、すげえサラサラしてる。よいしょ、よいしょ。どうした、どうしたの、かわいい。どうしたの、どうしたの。気に入られてるんじゃないですか。いやいや、だってアイコンタクトってすごく重要だよ。ワンちゃんにとってなんてね、アイコンタクトしてくれるっていうのって。だって
近くに座ってくれてるよ。そういうことだよ。ありがとう。誰か来たの？誰か来たの？あ、見て見てるもん。君のこと見てたよ。ほらどうしたの？やっぱ慣れて、ほら尻尾ってもらどうしたの？甘えてるもん、いっぱい甘えて、かわいい甘えてるね。どうしたどうしたの？慣れてほしいんじゃないですか。ほらだって座っちゃったよ。こんな人だいないっていないね。ほら慣れてあげないよ、せっかくなのに。あの子は黒丸くんかな。本当に豆柴ちゃん何匹かいるから自信がない。違う子かもしれない。なんかみんなピカピカ持ってる。あれ一回試着したらさ、毛に埋もれてあんまり目立たなかったから買わなかったんだよね。うちなんかあれで昔あった、あれなんかいいなと思ったんだけど、昔お祭りにあったあれみたいな。米の毛がモワモワすぎてあんまり目立たなかったんだけど。どうなんだ今だったら。ねえ、ねえ、みちょぶの、ね、かわいい。撫でてってお願いしてない、撫でてって。ごめんね。何が好きです？ポンタレ？ポンタレくんどうした？何かの日でした？あ、今日すげえ綺麗な満月。本当に？うん。超綺麗。いや、欠けてなくね。シュッシュ。これね、映んないかな、さすがに。限界あるか。ダメだ、リンクある木に積んで、うん、女の子どうですか？やっぱりそうですよね。うん、女の子ちゃんだ。うん、またそれ、よしよし、かわいい。うん、みんな大根ほら来てくれてよ、ほら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 、すぐ得た、すぐ得た、すごいよ。いや、ちょっと。一番いつもに、君はそこに良い株。急にそこのクンクンタイプめっちゃ書いてる。うん、戻ろ。家帰ってね、俺はあれが食いたいんだ。何？枝豆。知らんだな。てかジュース飲みたい。あるかな、そこの自販機に。まあ、はい、デグにご飯あげないとまだ怒られちゃう。戻ろっと。ビービー、ビービー、綺麗な満月だっけ。戻るか。僕戻るぞ。ちょっと面白いんで、こっちからこうやってこう行くと。なんで？え？ちょっと地下にこっからこう行くと。うん。あれ、こういう気だぜ。今見えたんだよね。だから、だから戻ろうって言った。うん、この時間ぐらいかな。ずっとこう。こっち？あ、こいつ抱っこか。はい、抱っこ。持てんの？大丈夫だよ。大丈夫？もう大丈夫だって、ほら。今、びっくりした。明日、満席にしてた方がいいのかな。あ、あんな。
しなくていい。うん、2日3日は安静にしててねって言われたから。結局熱出なかったな。いや、出なかったの。うん、面出したかったの。いや、相当みんなだるい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 言ってるから。でも平気って言ってる人も多いから、うん、まあ大丈夫だろ。その人によるんじゃない、その時のコンディションと。ああ、その時は免疫力的なものと。あ、これ食えばいいんだ。ちょっとそこ狭くてみんなバーって行くから、行った方が、この辺の道になるとちょっとそこまで運転みんなバーって来ないと。ここ来るでしょ、さっき来てたじゃん。違う、さっきのあの道は細いから。ああ、そこね。そう、細い道だから、なんか結構スピード速いんだよ、うん、ここ多少広いからまだ持つ。第2弾食べよう。あ、そっか、外で食うっていう選択肢もできるよ。うん、でも外で来るとね、やぶかが多そうなんですよ。できるの、できるの。大丈夫。早く iPhone Pro Max 欲しいな。13 Pro Max 1TB。1TB も最強だぜ、マジで。相当自由なことできるよ。だいたい結構遅い時間に会ってたから、多分早い時間にはあんまり見えないかもしれない。なるほど。あんま早い時間、その子自体がそこまで他の子と交流しない子だから、うん、だから人がいても別に行く感じだ。ここはまあしょうがないね。ね、ポンピー、あそこの自販機安かった記憶があるけどな。2時間ぐらいでしたね俺、うん、でもなんだかんだ体力落ちてんだと思う、駐車して。なんかすげえ眠かったもん。やっぱね、近所の人は確かにこの時間であんだけ集まられたらうるせえって思うかな。やっぱ次の日休み入れてないときついわと思う俺は。仕事してる人とかやばいよね。ブラック企業もいいとこだよ、ポンちゃん。だって休ませてもらえないんだ。うちの会社でさ、休んでいいよって言われてるもん。さすがに。でも休めない会社の人いたよ、フォロワーさんで。まあそんなもん。あ、ペットショップに勤務してる人なんだけど。そんなもんね。なんかね、従業員がね、コロナに感染して減っちゃったらしくて、人が、うん、で、ヘルプも呼べなくて。なるほど。ちょっと待って、出勤せざるを得ないですけど、うん、なんかどの人も運よく、なんか腕、うん、腕だけで、ちょっと待って、車通る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 、あそこのニュースが見たかった。すごい可愛そう。うん、言ってねえか、あれはなかったな、ここにもなかった。いいよね、残念、安くていいよね、けどなかった。まあいいや、家で。そう、もういいかってなるよね。なかった、俺が欲しかったやつ。残念。多分ね、駅前のそこしかないんだよ、あのモンスターもどき。うん、買いたいんだったらあそこに買いに行く。いや、いい、130円の。あ、そっか。あ、どっちも変なとこケチ。朝の散歩で明日買おう。というわけで明日は、あ、というわけで明日はあそこね、総法寺ね、あの JR からね、ポップそこまで散歩するよ。あ、いいです、かんわんねえ、よし。これずっとまっすぐだよね。いや、私ここ左回っていっちゃう。だここ、あ、ごめん、左だ。八幡宮の方行くだけだから。天満宮ね。あ、そうだ、八幡宮じゃない、天満宮。うん。
わないの。うん、大丈夫。結構車通るな、ここ。ここ通るからね。基本ここまで使わない。うん。ちょっと怖いね。あ、出た。この辺で住もうとしてたんだよな。危なかった。危ないっていうか、まあポップは買えなかいなかったな。この辺に。そうね、あ、ここも谷上さんなんだ。同じのかな。可能性はあるな。多分同じだと思うよ。うん、この辺で違うのはちょっと。うん。谷上、谷上。すげえうちだ。俺ちんちんかゆい。ポンポン。あんまここ最近来ないからね。もしかしてこっちに来る系？来るだね。こっちがいい。うん。想定外。想定外。よし。じゃあ戻るか。